こんにちは、アドバンティレーシングの中です。今日は、2016年の、日本発表の新モデル J52M をご紹介します。まず、こちらのデザインなんですが、日本で、今一番、主流になっているコンケーブセンターへの落とし込み、これを特徴とした商品になってます。でフロントとあとこちらのリア、それぞれ、フェイスが違ってまして、リアの方がさらに大きくコンケーブしている、そういったモデルになります。デザインのコンセプトとしては、日本のミニバン、アルファード、ベルファイア、それから、こういう SUV、 こちらは、ハリアー、トヨタのハリアーになるんですけども、まあ、そういった SUV 向けの、商品として、デザインがされています。こちらはツヤありグロスブラックポリシーになります。それから、チタニッククリスタル、これはハイパー系の、ペイントなんですけども、通常のハイパーよりも、映り込みがすごく、強い、かなりちょっと特殊な、ペイントとなっております。この2カラーで、日本で今年の春から、販売をスタートしていきます。こちらが、ウィゴロッソ N765 という商品です。主な、ターゲット車種はフォルクスワーゲン、BMW、 BMW ミニ、アウディが、メインのターゲットとなっております。商品の特徴としましては、メッシュのデザインなんですけども、さらにアンダーカットプラスアンダーカットポリッシュ、それから、リムポリッシュを、採用しております。でフロントとリア、それぞれ、センターへの落とし込みの、コンケーブが大きく違っており、それぞれ別サイズを設定することによって、より特徴的な、ドレスアップが可能となっております。海外の皆様こんにちは、円形の西尾です。今回は、円形のニューモデル、そして、ニューサイズラインナップの、ホイールの紹介をさせていただきます。まず最初こちら RCG5 という、前にですね、RCG4 という、モデルの後継の、ホイールとなります。そしてですね、今回は、円形のレーシングテクノロジーを、結集して、ニューリモプロファイルを採用して、剛性の方を、さらにアップさせ、デザイン面はですね、新たに中心部に、ホールを設けまして軽量化を達成しております。グラベルでですね、このホイールを使用していただいて、皆様に、この性能を確かめていただきたいと思います。続いて、こちらレーシング、RP-F1、RS、 こちらは、まず、一つ、15インチの 8J のサイズ設定、ね、あと、現在の、最新の設計により、作られたホイールです。特徴としましてはこのコンケーブデザインですね。今トレンドのコンケーブデザインを採用してですね、コンパクトカーのドレスアップにぴったりのホイールになっておりますので、皆さんぜひご購入ください。続いてこちら、WPS-GP01 というモデルです。こちらは、円形の、技術を、駆使しですね、作成した、単造製作モデルの、ホイールとなります。こちらは、ポルシェ、996と991に対してですね、ぴったりな設計に、そしてこちら、RS05RR、こちらはですね、今まで18インチまでの設定だったんですけど、今回、新たに20インチですね、20インチを、設定いたしました。今までの、RS05 の、性能そのままにですね、ビッグセダン等にですね、レーシングの息吹を吹き込んでですね、スタイリングにもバッチリ合うホイールだと思いますので、コンケーブも、3コンケーブフェイスを採用していますので、スタイリングもバッチリ、決まると思います。ぜひ皆様ご購入いただけるとよろしくお願いします。
はい、こんにちは、TWS の鈴木と申します。よろしくお願いします。商品の紹介させてもらいます。こちらの商品、今回新しく、開発しました、当社の新素材、新しい素材、今まで通常、単造の素材ですと6000番系のアルミを使ってましたけど、今回で、開発しました7000番系の新しい素材、商品名はウルトラデュラメタル、略しまして UDM という新しい素材を使っております。特徴としましては、強度、伸び、軽量、それと、ポリッシュをした時の光沢が、全てにおいて6000番系のアルミよりも、優れているという素材です。はい、続きましてこちら、TWS のモータースポーツというカテゴリーの、新商品になります。商品名が T66GT。 実際このデザインは、うちの方で、レース活動の方に実際装着されているデザイン、そのまま、アフターマーケットの方にフィードバックされた商品です。実際、GT300 の、車両にもこのデザインで、装着されています。で、今回 の展示車両、RCF の方にも、展示されておりますので、後ほど紹介いたします。よろしくお願いします。